前輪スイングアクスルのタトラ815トラッククレーン。アウトリガーによって車体が持ち上がり、伸び側となったサスペンション。タイヤは強いポジティブギャンバーを示す。スイングアクスルも敷図スイングアクスル式サスペンションとは自動車の独立喧嘩方式の一つ。駆動軸の独立喧嘩下のために使われるものの中では、初歩的な形式で構造は、 スイングアームの車台側の視点軸が車台中心線と平行でハブ側が豪傑である。ドライブシャフトは屈曲点が一箇所で伸縮はしない。屈曲点は傘歯車同士が動力の伝達とスイングの視点を兼ねるジョイントレス式が主流である。自動車の誕生後、実用速度域の向上に従い、四輪、独立喧嘩採用の機運も高まっていったが、 ドライブシャフトの動力伝達と屈曲の両立が難しく、駆動輪は、車軸喧嘩が一般的であった。スイングアクスル構造の原型は、ドイツのアドラー社に在籍していた技術者のエドムンド・ルンプラーにより、1903年に開発されたが、本格的な普及は1920年代以降になる。オーストリア出身のエンジニアであるハンス・レドウィンカは、 第一次世界大戦後の主体車社在籍中に、ジョイントレススイングアクスルを開発し、チェコのタトラシへイの復帰後、1920年代から1930年代に、かけ、一連の革新的なリアエンジン車に、積極的に採用した。また世界初の量産型四輪独立喧嘩車とされる、メルセデス・ベンツ170も、後輪は、スイングアクスル式であり、 以後のメルセデスは1960年代までスイングアクスル方式を改良しながら調用した。その他、1930年代のフロントエンジン車で後輪を独立喧嘩化,化したメーカーの多くも、他に技術的選択肢がなかったことから、ほとんどがスイングアクスルを採用している。タトラ同様にクーレーリアエンジンとスイングアクスルを採用した VW タイプ1が、 第二次世界大戦後に大きな成功を収め、さらに他メーカーによるフォロワーが退去登場したことで、リアエンジンとスイングアクスルの組み合わせは戦後の一大流行となった。この組み合わせは乗り心地に優れた小型後輪駆動車を低コストで製作する目的に適していた。しかし、急旋回など高エネルギー時の急激な荷重移動に伴うジャッキング、 に起因する転倒事故が後を絶たず、1960年代以降は、次第に他の方式へと移行していった。現在では特殊な車両を除いて用いられない方式となっている。軍用車両では、レドビンカの設計の流れを組む主体アップフが、自社の多目的前輪駆動車である、ピンツガウアーや、ハフリンガーにスイングアクスルを継続して採用したことで知られる。しかし、やはり、 スイングアクスルを後輪に採用したアメリカ軍の小型四輪、駆動車 M151 は、市販乗用車同様の横転問題を露呈しており、他の独立喧嘩方式にとって変わられている。ありがとうございます。